この恐ろしき呪いを解くには、心に汚れなき乙女が自らの血を吸血鬼に惜しみなく与え、朝、おんどりが時を告げし時まで、かの者を自らのそばに引き留めるほかに手はなし。丹羽君、諦めるのはまだ早いよ。さえはら？ごめん。さっきのは女吸血鬼に噛まれた時のだから、違ってたかも。岩谷王子。今夜、吸血鬼ダークが君を狙ってくる。奴をおびき寄せるためにペンダントを貸してもらいたい。どうしてこのペンダントにこだわるの？吸血鬼ダークもクラッド伯爵も。理由は知らない方がいい。君の安全のためでもあるんだ。ありがとう。でもこれは自分で持っていたいの。私のこと守ってくれるって信じてるから。そっか、それほどまでに彼を。うちも吸血鬼ハンターだったの？そうよ。我が家は代々クラッド伯爵と戦うために心ある吸血鬼と協力してきたの。それがダークだったのか。指輪とペンダントが奪われると恐ろしいことになってしまう。ペンダントを、陸姫を守るのじゃ。クラッド伯爵の横島な企みを阻止できるのはあなただけ、大助。いえ、正義のヒーロー、吸血鬼ダーク。愛する人、そして世界の平和を守るのよ。うん。ブラッディナイトの始まりだ。うぅぅ、待っていたぞダーク。おいおい、まあまあ、こっち来て一杯やり。仕事の前だ、遠慮しとくよ。何？俺の酒が飲めないってのが。うわ、ただの酔っ払いだよ。油断するな、あれはただのワインじゃない。邪魔するな親父、そいつはご主人様の獲物だ。ご主人様だ。だあ、そいつ吸血鬼に噛まれてさ。なんだと？親父も仲間にしてやる。覚悟しろ、この親不孝者が聖なるワインで目を覚まし、バノヌギャーめっちゃさて、ペンダントとリクをいただきに行くぜ。リク？ん？ベッドに隠れて俺をじらしてるつもりか？早くそばに来て。なんだ、声が変だぞ。うん、毎晩窓を開けてあなたを待っていたから風邪をひいたのね。空にきらめく星々に願いをかけていたのよ。そんなに俺に会いたかったのか、日渡り王子。なぜ俺だと分かった？なぜって言われても困るけど。リークがそんな乙女チックなこと言うかよ。育ちの良さが裏目に出てしまったか。だがこれでどうだ。リークさんのペンダント、イノセントブラック。なんでお前が持ってんだ。魔界の扉を開くためだ。お前を倒して指輪ギルティホワイトを手に入れ、俺もろともにあいつを魔界に封印する。そこまでの覚悟があるならペンダントをよこせ。あとは俺と大輔に任せろ。何？お前もあいつを倒そうとしているというのか。吸血鬼の恥は吸血鬼が始末しなくちゃな。キュアタル君、リクさんはどこ？岩？キュアタル君、姫はここにはいない。庭の、な、庭？僕の何なの？頼む、俺を、あいつを止めてくれ。うわー、クラッド、決着をつける時が来たようだな。あなたに勝ち目はありませんよダーク。指輪を渡せば姫を返しましょう。相変わらずの悪人ぶりだな。
言う通りにしないとどうなるか分かっていますね。ちっ、ほらよ、これで鍵は揃った。姫。はい。リクさんじゃない、一体どこに隠したんだ。リラクさん、リラクダーク、リクさんの声が外から聞こえる。外、納屋に明かりが。いや、火事だ。日渡り君は庭の納屋にいるって言おうとしてたんだよ。リク、行っちゃダメ。リサ、あなたは誰にも渡さない。いいですよリサ、私の邪魔をさせぬようダークを縛っておきなさい。ダーク、早く行かないとリクさんが。分かってるよ、けどクラッドを止めないとリクを助けても意味がなくなっちまう。二つの宝、ギルティホワイトとイノセントブラックが揃った。光と闇は全ての始まりと終わり。大いなるその力を持って魔界の扉よ、ここに姿を現せ。くそ、魔界の扉が開き始めた。ようやくこの時が来ましたよ。全てを滅ぼし、私とサトシ様の二人だけの世界を作り上げるのです。二人だけの世界、だからくだらねえって言っただろ。こんなことで世界を滅ぼされてたまるかよ。世界なんてどうでもいいじゃない、ずっとあたしと一緒にいて。そんなこと言ってる場合じゃないよ、リクさんが危ないんだ。残念でしたねダーク、リク姫を使って私を倒すつもりだったのでしょうが。ああ、その手があったか。まだ虚勢を張るつもりですか。分かってねえな、損得感情で恋ができるかよ。だからお前は俺に勝てないんだ。何？リサ、女の子を見殺しにするような卑怯者でも俺を好きになってくれるか。ダークさんはそんな人じゃないわ。じゃあ俺を行かせてくれ。ダークを話してはいけません。俺は愛の渡り鳥、一つの株にはいられない宿命なんだ。でもお前の思いが俺を空に飛ばせてくれたら、いつかまた舞い戻ってくるぜ。そうね、地上に縛り付けられてるなんてダークさんらしくないもの。リサ、さあ行って。ああ、お前は私のしもべだぞ。おだまり。ペンダントはいただいたぜ。待て！ダークさんの邪魔はさせないわ。この私を縛り上げるとはなぜだ。なあ、そいつそのまま朝まで捕まえといてくれないか。はい、ダークさんのためなら。サンキューリサ、愛してるぜ。本気じゃないって分かってるのに逆らえないのよね。今しめを解きなさいリサ。リサですって、気安く呼ばないでちょうだい。女王様とお呼び。バカな、私の虜になっているはずなのになぜ命令を聞かない。だって私のハートはダークさんに盗まれちゃったんだもん。覚悟してね、朝まで可愛がってあげる。こうして激しい戦いの末に納屋に駆けつけた庭師の少年は燃え盛る炎の中に取り込み、囚われのお姫様を助け出したのじゃった。リクさん、怪我はない？怖い思いさせてごめんね。守ってくれるって約束したでしょ、信じてたから。リクさん、もう一つお願いがあるんだけど。何？ニワ君、私の血を飲んで。え？全部あげてもいい。お願い、朝までこのまま一緒にいて、ずっとそばにいてくれるって言ったよね。でも約束
破るつもり？ううん、守りを永遠に。まさか。しまった、まだ魔界の門が開いたまま。おい、あと少しのところだったのに。クラッド伯爵の魂は魔界へと封じられた。あたかも奇跡のごとく、吸血鬼のおぞましい影は朝日と共に消えたのであった。心に汚れなき乙女たちの力ってやつだな。さて俺も寝るか。また何かあったら起こせよな。ありがとう、ダーク。リサ、どうしたの？わかんない。目が覚めたら犀原親子が血まみれで倒れてて、日渡り王子は鞭で縛られてるの。は？なんか冷てえ。なんじゃこりゃ！犀原、それ血じゃなくてワインだよ。ワイン？なんで俺がワインまみれになってんだ？安心して、私も記憶が飛んでるから。元に戻ったようだな、女王様。女王様？いやーね、私まだお姫様よ。リサ、吸血鬼はいなくなったの。二人のおかげだよね、日渡君。ああ、二人の乙女が世界を救った。僕としては少々不本意ではあるが。ちょっと待って、それってダークさんにもう会えないってこと？後のドラキュラ伝説は、彼らとクラッド伯爵との戦いが形を変えて伝えられたものかもしれんの。ともかくめでたしめでたしじゃ。めでたくね、番外編くらい俺とリグのハッピーエンドにしろ。やり直しを要求します。私とサトシさんのハッピーエンド。却下だ。私、女王様なんて嫌。何があっても僕たちはハッピーエンドだよね、リクさん。やだ、ニワ君ってば。やっちゃった。何言ってんだよ。何言ってんだよ。却下なんだから。幼い頃、昔話や伝説が僕を夢の世界へと誘った。僕は小さな世界の中で守られ、暖かな夢の中で眠っていたんだ。気持ちよさそうに眠ってる。せっかく話をしてやったのに、ほんの触りのところで寝てしまうとは。眠ってると赤ちゃんの時と変わらないわね。ずっとこのままでいてほしいって思うのは親のわがままかしら。恵美子。でもダークに変身して颯爽と夜空を駆ける姿も早く見たいのよね。困っちゃう。大ちゃんってば、どうしてこんなに可愛いの？お前の子供だからな。いやね、親バカなんだから。お前には負けるわい。さて、明日何を話してやるかな。狼男、桃太郎、ネズミ小僧、白雪姫、まだまだ話はいっぱいあるぞ。すべてはまだ夢の中。目覚めた瞬間から始まる物語の結末は誰も知らない。僕を生まれ変わらせてくれる人に出会い、闇の中のもう一人の自分を知った時、新たな伝説が生まれる。